公共曲第3番位単調作品44は、セルゲイ・ラフ・フマニノフが作曲した最後の番号付き、公共曲である。1935年6月に、着手、1936年6月6日に完成。還元楽曲としては、パガニーニの主題による教師曲に次いで作曲された。作曲の大部分は、ルゼルンコのほとりに建てた別荘で行われた。初演については、 レオポルド・ストコフスキーと友人オーマンディが初演権をめぐって争ったが、結局1936年11月6日に、ストコフスキーの指揮のフィラデルフィア管弦楽団の演奏によって行われた。また、ラフマニノフはこの作品に自信を持っていたようで、指揮者としてフィラデルフィア管弦楽団と共演して、録音を残している。すでに、パガニーニ教師局においてもその傾向は見えていたが、 甘く切ない旋律を歌い上げるロシア時代の作風からは離れ、ラフマニノフ作品としては比較的リズミカルな楽奏が追求されている。しかしながらも第一楽章と第二楽章は、牧歌的な性格も兼ね備え、調整はより先方に傾きやすいなど、幾分ボーン・ウィリアムズの作風に近い。反面、ネイロやデュナーミクの鮮烈な対比のほか 楽奏やテクスチャーの急転が全般的に際立っており特殊奏法の効果も相まってハリウッドの映画音楽を連想させる部分もある。楽奏構成や演奏時間から見る限り最後の作品となった公共的部局と姉妹関係にあることがわかる。金管楽器が充実していることや卓抜した還元楽法の手腕のために いかにも巨大なオーケストラが鳴っているかのように感じられるが実際はさほど大きくない。むしろ最小限の編成から最大限の効果を引き出すことに成功していると言ってよい。ハープについては音量が十分でないと感じられる場合にはアップライトピアノで補強せよとの指示がある。この曲はドイツ流の四楽小生ではなくフランス流の三楽小生を採用している。 しかしながら、第二楽章では、スケルソ的な性格の中間部を有するため、ドイツ流行協曲における、第二点三楽章を一つに圧縮した形とも、解釈できる。演奏時間は、約40分。異端調。短い助走付きの自由なそなた形式。助走では、クラリネットホルン、チェロが、寂しげな旋律を奏で、その後、 オーケストラ全体によって力強いモチーフが示される。助奏の主題は、再現部冒頭だけでなく、続く第二、第2、第3楽章の開始部分や、各楽章の集結部でも型を変えて現れ、全曲に統一感を与えている。弦楽器の伴奏によって、大ーボイが歌う入話の第一主題は、助奏から導かれたもの。異端調と言われるが、むしろ先方的である。 しばらくこの主題をもとに、音楽は進み、チェロによって保長調に始まる、第二主題が出される。これはやがて、長調々に転調し、金管楽器によって朗々と響き渡る。展開部では、新しい動機が加わる。再現部では型通りに二つの主題が示されるが、バイオリンやチェロ、ハープ、フルート、オーボの独奏が目立つなど、室内学的なテクスチャーに書き換えられている。 そして、穏やかな調子のコーダで楽章を閉じる。A 派単調。変則的な複合三部形式。戦術の通り、全曲が三つの楽章によって構成されているため、この楽章の中間部には、スケルソ的な性格が付されている。第一部は、感情楽章に相当する部分。先行楽章の余韻を引きずりながら、ハープの響きに乗って、ホルンが歌う一つ目の主題と、 バイオリンソロによる二つ目の主題をもとに曲は進められる。室内楽的なテクスチュアによって、牧歌的な雰囲気を持っている。中間部では打楽器の伴奏に乗って、ワルツのリズムを持った、ソヤな楽奏に転じる。活気あふれたスケルツォが展開された後、第三部が高打的に姿を見せて、楽章を閉じる。委長長。ラフマニの不独特の形式で、 自由な論の形式とすることも可能だが、単一主題による、そなた形式とする解釈もある。ラフマニノフに、典型的な文学調のフィナーレだが、精神的、内容的には、絵画的練習曲、オタの絵作品39の第9曲の異国趣味に近い。第1楽章の助走と、関連深い導入区で始まる。これに続いて、弦楽器による活発な主題が提示される。 この後いくつかの副主題モデルが、別段、大きな役割を果たすことはない。展開部では、風画的な主題の処理も見られ、簡潔な再現部を経て、コーダに入り、次第にテンポを上げながら、力強く締めくくる。ちなみに、展開部及びコーダには、ラフマニノフのトレードマークとでも言うべき、怒りの火が現れる。ありがとうございます。